こんちは。見てくれよこれ。いつも俺一人が留守番なんだよな。ああ、はいはい。首が痒いんだな。よかったな。よくわかるな。ああ、チョコボの気持ちがなんとなく伝わってくるんだよね。もしかしたら俺、騎兵よりもこういう方が向いてんのかもな。なあ、俺、どっちの仕事が向いてるかな。そうか、俺もそんな気がしてたけど、こりゃちょっと真面目に考えてみるかな。リンの野郎、こんないい場所独占しやがって。婚礼のお祭り騒ぎに乗れば大儲け確実じゃねえか。なんだ、俺から買ってくれるのか。なんで期待させるんだ。ユーナ様はシーモア老子とご結婚なさるとか。まずはおめでとうございますと申し上げておきましょう。しかしいささか残念ですな。ユーナ様ならシンを倒して凪節を招いてくださると思うたが。ユーナは結婚しても旅はやめないってさ。おお、それはそれは素晴らしい覚悟ですな。ユーナ、思い詰めてるわね。早く行こう。ちゃちゃって出発しようよ。語ってもいいですかな。このマカラーニャ湖は一年を通じて凍結しとるんですわ。どんなに暑い日でも氷は絶対に溶けやしません。湖が凍っているのは寺院の祈り子様が放つ陶器の影響ですな。今回はこれだけですかな。やっぱよ、こんな暗い気分になる結婚って変だよな。今さらやめろよ。へっ、俺はガキの頃から優柔不断でよ。あ、開き直ってるし。ヒヒーンってなもんだ。何が起こるかわからん。準備は怠りなくだろ。ニコニコ旅すんだろ。そうだね、頑張るよ。ユーナ様、お迎えに参上いたしました。こんなに早くにお返事をいただけるとは、全くもって予想外の出来事。何も告げずに留守にしたこと、シモア様に成り代わり。それはいいんです。あの、一つ聞きたいことが。何なりと。私、結婚しても旅を続けたいんです。シモア老子は許してくださるでしょうか。それはもう、シモア様もそのつもりでいらっしゃいます。行ってきます。さて、グアドのしきたりがありましてな。皆様はもう少しだけここでお待ちください。ほどなく迎えをよこしますゆえ。あの、ガードはいつでも召喚師の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。悪かったな。ん？お前のセリフだった。ユーナ！了解っす。あー！アルベド族だ！叩きのめす。
任せろ。かたじけない。ユーナ様、デーッグ、ヤヤヌハナ、読みうだわ見せが。魔法か召喚獣子、空気を寄せたうけ。通訳、魔法と召喚獣を封印しちゃうって。たひやねえ。ユーナ様、デーッグ、トタケシ、耳打てるアナハ、マサキ、ユーナをガードし、ハッサーナ、ユーナマガミギョウツ、インハベヤコウアナ、ガミギョウツ、ゴハスゴ、キナメネアナハ。ガードになったって言っちゃった。仕方ないよね。なんでアルベド族の言葉知ってんだなあ。私アルベド族だから。あれ、私の兄貴知ってたのか。うん、なんで黙ってた。
あんた怒るでしょ。最悪だぜ。パン・エボンのアルベド族と一緒だなんてよ。私たちはエボンに反対なんかしてないよ。お前ら禁じられた機械を平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか。シンが生まれたのは人間が機械に甘えたせいだろうがよ。証拠は証拠見せてよ。エボンの教えだ。曲もたくさんある。答えになってない。教えってさ、もっと自分の頭で考えなよ。じゃあ教えてくれな。どうしてシンは生まれたんだ。それはわからないよ。エボンの教えをバカにして結局それかよ。でも教えだからって何も考えなかったらこのままだよ。いつまで経っても何にも変わんないよ。変わんなくてもいいんだよ。シンが復活し続けてもいいの。もしかしたらそれ止められるかもしれないんだよ。俺たちが罪を償い切ればシンは復活しない。どうやって償うのさ。教えに従って暮らしていればいつかは償えるんだよ。なんか話にならないね。リュック。え、これは動くのか。うん。あれに乗ろうってのか。まさかアーロンさんもアルベドじゃないだろうな。変だよワッカ。何が。リュックがアルベド族だって分かったら急に怒るなんてさ。ここまで仲良くしてただろう。そりゃお前。俺スピラのことはよく知らないけど、アルベド族がどんな人たちなのか全然知らないけど、リュックはいい子だと思う。リュックはリュックだよ。ルー、アルベド族を知るいい機会、そう考えてみない。キ、放っておけ。簡単には受け入れられまい。ごめんね。あんたが謝ることないわ。さーて行くっすか。運転できんの。ヒマリには負けられないっす。ワッカのこと嫌わないであげてね。大丈夫だって。ありがとう。ルルーはリュックのことどう思う。私そうね、見ていて飽きないかな。そんだけ。悪い子じゃないわ、それはわかる。だろ。ワッカもさ、それはわかってると思うんだよな。うん。ワッカも頭固いよな。エボンの教えってそんなに厳しいのか。教えのせいだけじゃないわ。え、あいつがアルベドを嫌うのはチャップのことがあったから。ああ、機械の武器使ってたんだっけ。でやられたんだよな。みんな真のせいか。クソ親父。何。ああ、こっちの話。あのさ、シンって誰かが変身するものなのか。そんな話聞いたことないけど、どうして。なんとなく、シンは罰であると同時に私たちの罪が形になったもの。な、結局わかんないってことか。考える必要あんまりないから。逃げるか戦うか選ぶだけで精一杯よ。あんまり深いこと考えない方がいいわ。なんかさ、いいのかそれで。やっぱりあんた本当に真のない世界から来たんだね。
お待ちなさい。ここはアルベド族が来てよいところではありません。この娘はユーナのガードだ。アルベド族がガードですと、信じられませんな。私はユーナを守りたい。誰にも文句は言わせない。そういうことだ。ガードに秩序は関係ない。いや、やむを得ませんな。おお、ガードの皆様、先ほどはありがとうございました。皆様のおかげで無事にユーナ様をご案内できました。心より感謝申し上げます。つまらないものですが、これをお納めくださいませ。来た来た、ユーナ様、やっぱりご結婚なさるんですよね。もうからかわないでくださいよ。結局こうなったよな。嬉しくないんですか？まあ、いろいろあるっすよ。あのさ、ユーナがどこにいるか知らないか？ユーナ様は試練の前へ向かわれたようです。シーモア老師とご一緒でした。私はこの素晴らしいニュースを持って北へ向かいますね。ジスカル様！ユーナ様のお荷物のスフィアが。何かあったんですか？私にできることありますか？なぜユーナ様があのようなものを。これがユーナを悩ませる原因だな。わしがこれから言うことは曇りなき真実。グアドの誇りにかけて誓おう。心して聞いてほしい。我が息子シーモアのことだ。あやつが何を考えておるのかわしにもわからぬ。見えるのはただあやつの胸に燃え盛る黒い炎。このままではスピラに災いをもたらすものとなり果てんだろう。わしは間もなく死ぬ。我が子によって殺められ死ぬ。それは受け入れよ。わしが不甲斐ないばかりにあやつは苦しみ歪んでしもうた。わしはシーモアとあれの母親を世間から守ってやれなかった。わしに課せられた罰としてこの死を受け入れよ。しかしこれを見る者よ、シーモアを止めてくれ。息子を頼む。こういうことか。ユーナ、大丈夫かな。ここまで大元だとは。どこへ。シーモアやばい。それははっきりしただろう。相手はエボンの老師だぞ。ああ、じゃあワッカはここにいろよ。ワッカ、行こう。話を聞いてみよう。どうなっちまってんだよ。
決まりが待っている。先に行け。うっす。相手の出方次第ではやる。覚悟しておけ。頭ん中真っ白だぜ。老師に火があれば仕方ない。シーモア！お静かに。ユーナ殿が祈りごと対面中です。うるせえ！それが何か、もしやユーナ殿もすでにご存知でしたか。ならばなぜ私のもとへ。私はあなたを止めに来ました。なるほど、あなたは私を裁きに来たのか。残念です。なるほど、命を捨てても召喚師を守る誇り高きガードの魂、見事なものです。よろしい、ならばその命捨てていただこう。シーモア老師、ガードは私の大切な同志です。その人たちに死ねというのなら私もあなたと戦います。よし、シーモア老師、覚悟を決めなさい。最初からお前のこと気に食わなかったんだよ。ほう、それは誠に申し訳ない。なめんな。老師様が相手でも私戦います。結構、そのひたむきな眼差し実に美しい。私の闇を知るがいい。いでよアニマ。ユーナ、新しい召喚獣だ。
リゴ様、力を貸して。シュア！アニマを退けたその力、何としても手に入れよう。今更私を哀れむのですか。